よし。
よし。確か、この辺から…ナルト君、あれ…ん？な…なんだこれや！なんだろう、これ…人じゃねえよな、どう見ても…クグーツでもないし…なんというか、ナルト君に似てる感じがするね、それ。いや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 、どう見ても俺の方がかっこいいだろ、こんな変なやつより。ショック確認。緊急起動スイッチ、オンベカナルト、起動。え？なんだとはなんだ。俺にはメカナルトという名前がある。しゃべった。動いたってメカナルトだ。ナルトは俺だ。勝手に人の名前使ってんじゃねえぞ。お前が真似したんだろ、バカ。してねえよ。つかなんだこいつ、すんげえ口悪いぞ。まあ、ナルト君も、メカナルト君も落ち着いて、ね。喧嘩はダメだよ。せっかくいい名前なんだから。あなた、お名前は？あ、ひなた。ヒューガひなたです。ひなたさん、あなたもいい名前です。しかも、美しく。心も優しい。どうぞ僕と仲良くしてください。はい、よろしく。いや、だから何なんだよこいつ。くーん、お前はダメだな。何かムカつく。名前が似てるし、姿も似せやがって。だから、それはてめえが真似したんだ。お前はバカナルトで十分だ、バカ。この野郎。ダメだよメカナルト君。人をバカにするのは。ちゃんと名前で呼ばないと。はい、わかりました。バカナルトとは呼びません。コロコロと変わり身は早いなこいつ。それでメカナルト君は何者なの？僕ですか。僕はある博士に作られたロボットです。自分で物事を考え、歩いたり走ったりできます。さらに計算も手品も精神入れ替えも、有事の際には戦闘もできるんですよ。それからあれ、思い出せません。他にもいろいろあった気がするのに、これ以上のことは全く思い出せない。は？あれあれ
なんで？記憶喪失なのかな。あー、なんだ？見てください。なんだこれ。これは僕の中にある新小石というものなのですが、これが欠けているせいで記憶が失われているのです。新小石。石がなければその分の記憶もなくなります。ってなんだ、ひとごとだな。いや別にそうは思ってねえけど。新小石どこかで。あ、そういえば今度の大会、副賞の中に新小石があったはずだよ。確かこの島で見つかった貴重な宝石だって書いてあったはず。それです。それが戻ってくれば僕の記憶も戻るはずです。くーんってなんだ。やっぱり人ごとに思ってるんだな。いや別に思ってねえって。じゃあ俺の記憶をどうにかしろよ。俺がかよ。自分でやれよ。意図でなしだって。だいたいてめえが喧嘩越したからこっちも。あのだったら舞踏祭一緒に出る。優勝できるかはわからないけど、でも大会に出ないと新小石は手に入らないんだし。はい、ひながさん、一緒に頑張りましょう。げっ、ひなたと一緒ってことはこいつとも組むってことかよ。あの、ナルト君、勝手に決めてごめん。いいよ、こうまでやるしかねえだろ。仕方ないな、お前とも組んでやるか。この野郎。さあ大会優勝に向けて出発だ。ついてこい。お前が仕切るのかよ。そういえば結局メカナルト君がナルト君に似ている理由って分からなかったね。確かに。あいつ何者だ。さてと、
お？最強なのか、忍びなのか、侍なのか、時の流れを超えて強者たちが続々と参加しています。かつて忍界を騒がせたあの忍びがいます。
最近噂のあの忍びももちろん参加しています。この中の一体誰が最強なのでしょう。今忍界全土がこの武闘祭に注目しています。これより忍界武闘祭を始める。この大会は最強を決める唯一無二の大会だ。最強となった者は比類なき栄誉を手にすることになる。だが栄誉を手にするには試練を超えなければならない。武闘祭はいくつかの段階に分かれています。まず挑戦していただくのは予選。予選は複数のブロックに分かれて行われ、そこである程度の人数に絞られます。予選といえど、これは最強を決する大会だ。力なき者はすぐに敗北することになるだろう。わしら五影以外にも多くの強者が参加している。生半可な覚悟では勝ち上がれんぞ。そういうことじゃぜ。重ねて言うが、この大会は最強を決める大会。最強を名乗るなら、相応の覚悟と力を見せろ。いいな？よし、それでは忍界武闘祭開始だ。武闘祭激震の予感。メカナルト物語開幕。戦闘開始。何ということでしょう。
相手に手も足も出させません。ナイスファイトでした。お疲れ様です。戦闘開始、バトル突入。さあ注目しましょう。すいません、ありがとうございます。ここで一気に決めてしまおうという魂胆のようです。守護判定64号パッコソヤイパッ、守護判定64号。なんということでしょう。相手に手も足も出させません。ハッヤイヤイヤイハッヤイハッ、守護判定64号。ボサッとしてんじゃねえ、ボサッとしてんじゃねえ。やりますね。これほどのやり手だったとは驚きです。思った以上に盛り上がった戦いでしたね。戦闘開始、バトル突入。さあ注目したぞ。緊迫の攻防が続いてますね。面白い一戦です。
やったうん。了解。
今頃なんだってばよ。お前がボケっとしてる間に修行は終わったぞ。渦巻き、ナルト。んだよ。また何か悪口でも言おうってのか？今はやめとけ。なんだかんだで俺たちは一緒に戦わなきゃいけねえんだからよ。とりあえず、本戦終了までは休戦だ。お前にあって俺にないもの。なんだよ。なんか怖いぞお前。日向さんもみんなも俺を見ない。そんなの認められない。認めたくない。ん？どんな手を使ってでも俺はみんなに認めてもらう。だから、俺は、精神入れ替え装置起動、照射！成功だな。これが人の体。思いのほか動きにくい。だが、これで俺はみんなに信頼される体を手に入れた。やったぞ。もう誰からも気味悪がられる体じゃない。これからは俺が渦巻きナルトだ。おっと、これは俺のものだ。さて、まずは日向さんだな。メカナルトが棄権したと説得すればきっと。よーし。